シュトラールだ。なかなかのもんだろう。すごいな、本当に空賊なんだ。俺の首で船が帰るぜ。どう、お疲れ。行けるか。なあ、スピードは？武器はついてる？イフリートよりすごいのか？教えてやってもいいが、自分で感じたいだろ。フラン、航路頼む。最短はドルストに救う。ビエルバーはどうなっている？自由を保ってるよ、一応な。王女の自殺やあんたの処刑を発表して帝国に協力した御道具への見返りさ。私が生きていると広まれば彼は信用を失う。いやだ、政治ってやつだ。よし、上がるぞフラン。お行儀よくしてないとしたかんぞ。待ってろ、跳ねろ。してるか？あいよ兄貴。よー食うわ。アルフレアを釣る餌だからな。息が悪くちゃ話になんねえ。だから何度言わせるの？あの人とは何でもないの。兄貴、ラバナスタから連絡ですぜ。ストラールが出たってよ。進路はビュエルバ目指してまっつぐだ。何でもねえ割に甘くてすっ飛んでくるじゃねえかよ。どういうこと？私が聞きたいぐらいよ。あの人とは一度会っただけで。グダグダうるせえ。その下引っこ抜いてもいいんだぜ。てめえら、アルフレアは殺すんじゃねえぞ。死体じゃ賞金は半分だ。死なねえようにいたぶるのは大の得意です。泣きわめいてもらわないとつまらないしね。ダメです、いません。
僕探せ。おい。あんたは死人だ。用心してくれ。名前も出すな。無論だ。ルース・マセキ港はこの先だ。最近あそこのマセキは品薄らしいな。マセキ港へ行かれるんですね。僕も同行させてください。奥で用事があるのです。どういう用事だ。ではあなた方の用事は。いいだろう、ついてきな。え？助かります。俺たちの目が届くところにいろよ。その方が面倒が省ける。お互いに。お前、名前は？はい、ラモンです。わかった。多分中でいろいろあるけど心配ないよな、バッシュ。ルース・マサキ公だ。イバリース有数の鉱脈さ。ここの警備は帝国軍が。いえ、ビュエルバ政府は特例を除いて帝国軍の立ち入りを認めていません。では行きましょうか。
念のために伺うが、純度の高い魔石は本国ではなく、すべて秘密裏にベイン様のもとへ。貴殿とは馬が合うようですな。それは結構ですが、手綱をつけられるつもりはございませんな。ならば無知をお望みか。つまらぬ意地は貴殿のみならず、言えばをも滅ぼすことになる。ユエルバの公爵ハルム・オンドール4世、ダルマスカが降伏した時、中立の立場から戦後の朝廷をまとめた方です。帝国寄りって見られてますね。反乱軍に協力してるって噂もあるがな。あくまで噂です。よく勉強してらっしゃる。どこのお坊ちゃんかな。どうだっていいだろ、パンネロが待ってるんだぞ。パンネロさんって。友達、さらわれてここに捕まってる。
Hey!
れを見たかったんですよ。なんだ。浜石です。腎臓ですけどね。浜石、普通の魔石とは逆に魔力を吸収するんです。人工的に合成する計画が進んでいて、これはその試作品、ドラクロワ研究所の技術によるものです。やはり原料はここの魔石か。用事は済んだらしいな。ありがとうございます。後ほどお礼を。いや、今にしてくれ。お前の国までついていくつもりはないんでね。浜石なんてカビ臭い伝説誰から聞いた。なぜドラクロワの試作品を持ってる。あの秘密機関とどうやって接触した。お前何者だ。おい、バルフレア。待ってたぜ、バルフレア。ナルミアではうまく逃げられたから、会いたかったぜ。さっきのジャッジといい、そのガキといい、金になりそうな話じゃねえか。俺も一枚かませてくれ。頭使って金儲けって面か。お前は腐った肉でも噛んでろよ、バルフレア。てめえの賞金の半分はそのガキで払うにしてやら。お前ら、あんねらどこだ。え、餌はもう必要ないからな。途中で話してやったら泣きながら飛んで逃げてったぜ。おい、お前、逃がした。おい、待てって。いちいち相手してられるかよ。適当にあしらってずらかるぞ。追ってくる気配はないわ。振り切ったようね。バンガの足に追いつかれるようじゃ空賊廃業さ。Thank you.
また友のものもつけずに出歩かれたようですな、ラーサー様。一人で魔石港から出てまいりまして、よからぬ連中の仲間ではないかと。私はさらわれてきたんです。帰ろ。一人で出てくるのが疑わしいのなら、私も同罪でしょうか。ハルム卿、屋敷の客が一人増えても構わないでしょうか。ははジャッジギース、あなたの忠告に従い、これからは友を連れていくことにしましょう。困ったものですな。よろしく、パンネロ。あ、はい。なんでパンネロが、何考えてんだよ、ラモン。ラモンじゃない。ラーサー・ファルナス・ソリドール、皇帝の四男坊、ベインの弟だ。あいつ。大丈夫。彼、女の子は大切にする。フランは男を見る目はあるぜ。コンドールの屋敷だな。問題はどう接触するかだ。公爵は反帝国組織に金を流してる。そっちの線だな。コンドール公は2年前私が処刑されたと発表した人物だ。私の生存が明るみに出れば公爵の立場は危うくなる。公爵を金づるにしてる反帝国組織にとっても面白くない事態だろうな。バッシュが生きてるって噂を流せば組織のやつが食いつくんじゃないか。だったら俺が街中で言いふらしてくるよ、こんな風にさ。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。どうだ、悪くないだろ。ま、目立つのは確かだな。よし、バン、お嬢ちゃんを助けるためにもやるだけやってこい。できるだけ人の多い場所でな。オンドール公爵と接触できるかどうかはお前次第だ。俺たちはここにいる。何かあったら戻ってこい。オンドール校の発表は嘘っぱちだ。連れてきたぞ、ハバーラ。こいつが将軍だとよ。似ても似つかんな。くっ、やっぱり別人か。たちの悪いいたずらしやがって。ただのいたずらならいいが、そこらのガキがローゼンバーグ将軍を名乗るとは思えん。締め上げて背後関係を剥がせろ。最近帝国の犬が嗅ぎ回ってるからな。あんたらの組織と公爵の関係をかい。町のガイドを隠れ蓑のに諜報活動か。酒場の奥がアジトとはまた古典的だね。なんだてめえら。待て、あんた本当に生きていたのか。バンは元気なんですね。帝国に連行されたからもうすぐに会えますよ。それまでは僕があなたをお守りします。そんな。それにしてもラバナスタの帝国軍はやりすぎのようですね。僕から執政官に話しておきます。え？ベイン・ソリドールは僕の兄です。執政官の仕事はダルマスカの安定を守ること。そして兄はどんな仕事もできる人です。今はうまくいっていないかもしれませんが、ラバナスタの暮らしはきっと良くなります。
大丈夫ですよ。兄はすごい人ですから。あの人怖いんです。え、すいません、お兄様のこと。でもあの戦争で傷ついた人がたくさんいて、私も孤児です。帝国が怖いんですね。パンネロさん、ソルドール家の男子は人々の安寧に尽くせと教えられて育ちます。あなたを守るのも僕の仕事のうちなんですよ。信じていいんでしょうか。僕の名誉にかけて。兄も分かってくれます。いかにも裏がありそうだったが、まさか本物のご登場とはな。このことを公爵が知ったら。さて、何というかな。直接会って聞いてみたい。どうすんですかい、旦那。いたしかたあるまいな。公爵閣下がお会いになる。後ほど屋敷に参られよう。